これから国際交流に参加する皆さん、国際交流に参加することによって日本という国を外から見れて、で世界というものを教えて、でもっともっと視野が広い人間になることができます。でこれからの社会は日本だけでなく世界で通用する日本人というものが求められている社会ですから、ぜひ見識を広げていろいろなことを学んで、英語ももちろんしっかりと勉強して世界で通用する日本人になってください。まあ、あのホームステイをする方々は、一番大事なことは楽しむことです。あの新しいことをいっぱい見て経験して、でその一つ一つを思いっきり楽しんできてください。ラボはあの英語劇と思っている方がたくさんいるんですけれども、英語だけではなくてグループの中で自分の意見を言って、でそこでみんなと協力し合いながらいいものを作り上げていくっていう、そういうあのリーダーシップを発揮したりっていうものが実はラボをするだけでその培われていっているんです。でこれがその日本人が一番欠けているものであって、でラボをやっている人たちがとてもそのまあ強みになっているものだと思うんです。だからあのラボのテーマ活動を作るときは、そのセリフだけ、セリフとか動きだけではなくて、どうやってグループの、まあ、ラボのパーティーのみんなと一緒にいいものを作り上げていくかっていう、そのチームワークも大事にして、これからはあの中高生として、リーダーとして頑張っていってください。